さあここがさっきのお名前何でしたっけ。はい、塩尻和之と申します。塩尻さんのコーヒー屋さん、はい、そうです。お店ですか。はい、そうです。ここであのコーヒーの、はい、豆を売ってるんですよね。そうです、自家焙煎のこだわりの豆です。で、この後ろが、はい、さっきの、 あの野崎さんが、はい、あのやってある彩花、さんという八百屋さんなんですね。はい、そうです、はいはいはい、はい、その前でやられてます。はい、はい、コーヒーは飲めるんですか。コーヒー飲めますよ。ほんで飲みたいんで作ってもらいながら話聞かせてもらいます。はい、はい、でさっきその何やったヒマラヤの話。ヒマラヤはだから要は自分の探しとして行ったと。はい、うん、何日間かかっていたんですか。まあヒマラヤの国というのはネパールですんでね。ネパール、ネパール滞在は1ヶ月半いたんですけども。1ヶ月半も、もう長いじゃないですか。でその間、うん、ヒマラヤアンナプルナという山なんですけども、うん、そこの滞在自体は20日8日間ですね。そう、一番下から登っていくんですか。そうです、途中まで車で行くとか。それに落ちないでしょ。あれ全部通る。富士山だよ、何合目まで車で行ってから。あ、まああるけどね、うん、そうではないですね、うん、まあ、山の麓のところに村がありますので、はい、まあ、そこまでは車で行きますけども、そこからは徒歩で、まあ、その時点で、大体1500メーターぐらいですね。おで、そこから4000メーターまでは徒歩ですね。お、何日かかるんですか。だから片道4日ですね、最短で。片道4日。片道4日ってすごい、ね、はい、あれでしょ、やっぱり高山病みたいになるから降りたり下がったりっていうのをやるんちゃいます。まあですんで、うん、その間、まあ、3泊しながら、うん、高度順応させるという。あ、上がったり降りたり、上がったり降りたり、必然的に人種問わず必要ですんでね。はいはいはい、はい、年齢も問わず必要ですので。そこへ2歳のお子さんも一緒でしょ。そうですね、大変だったんですね。まあですんで、やっぱり、まあ、そこも夢でしてね、うん、やっぱり私が夢を描くために、そこへ行くんですけども、うん、同様に自分の子供も連れて行きたいと、うん、私が夢を描くところを子供にも見せたいと、はい、うん、同じように共有して、まあ、人生を歩みたいという。2歳で覚えてんのかな。いや覚えてると思うで。覚えてますか。いや覚えさせます。覚えてるって。いや俺ハイハイから立って歩いた瞬間俺覚えてる。嘘つけ。いやいやおんねん、そういう人。そんな俺2歳じゃ覚えてる。でもあれもな、お母さんのお腹から出てくるの覚えてるし。覚えてる、うん、おですので、うん、いやもう覚えられるようにこうやって全部写真で記録を残してきてますので。一遍見たこの人4000メーターで一緒になった人です。はい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 、私たち両親が どうやって連れて行ったか、あ、はいはい、ほんで誰と関わってどういうお店どういうお宿に泊まってというふうに写真と動画で残して、なおかつ、現地の方とも、触れ合いながら個人旅行でしたんでね。ほんでね、でどうでした。行ってみて、うん、行ってみて4日間、うん、片道4日間かかって上上がりました。何を感じました。行った先というのがアンナプルナサークル、サークルといって、うん、聖域と言われるところなんですよ。聖域、神さんの降りてくる聖域。そうです。これヒマラヤの山脈の中でもヒマラヤの 7000m の山々に、うん、周囲360度囲まれるという環境がヒマラヤの中でも珍しいんです。そこへ私は行きたかったので、はい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 、4000m の地で立って何かを感じたいと、うん、ほんで自分の息子と夢を描きたい、共有したいというのが狙いです。パワースポットや。パワースポットですね。神の聖地で自分に何か降りてくる。何が降りましたか。コーヒーですね。コーヒー、なんで急にコーヒー飲みたいになったの。コーヒーですね。どどがいてダージーのチャイの国でコーヒーを描きました。ちょっと紅茶でしょ、どっちかじゃね、あの辺から。そうなんや、それがびっくりしたことに。なんでやろ。チャイを飲みながら、コーヒーが飲みたいなと飲みたいなと思いましたね。紅茶やったらこうあんまり物足りんかったから。そうですかね、物足りなかったんでしょうかね。要は紅茶はですね、うん、そのアジアと言われる、まあ、ダージリンを拠点するというところで、栽培されるんですけど、はい、コーヒーに限ってはもっと限られた、うん、熱帯雨林の、赤道直下でないと育たない農作物なんですよ、はい、だから そこで、まあ、今地球温暖化とか言われてますけども、はい、もしその、人間生活の、変動で地球の気候が変われば、うん、赤道直下の環境も変わってしまうということです。変わるとそのコーヒーの農産、うん、
生産だけで成り立っている、生産者、もしくは国々が、それだけで生計立てておられますからね、環境変わることでコーヒーの栽培ができなくなる、となると、そのコーヒーの収穫量、生産の、関することが、地球全体の地球環境のバロメーターになるだろうというのが、私、そういうことに結びついて、コーヒー一杯から、地球環境を問うことができると。コーヒー一杯から地球環境を救おうと、スケールでかい話になりましたね。で、結局で人生はコーヒーと出会ってどう変わっていったんですか。人生ですか。自分の生き方やっぱりなんかこういう生き方になるっていうなんか見えたんですか。やっぱりですね、私自身がコーヒー大丈夫ですか。生活するために、仕事をするというのは当たり前の話ですよね。職種を問わず、生活するために仕事をするというのは当たり前の話です。美味しいものを作るというのは当たり前の話です。でもその当たり前の話以外に何か社会貢献じゃないですけども、人のために役に立つようなことに結びつけたいと、それがコーヒー一杯から、地球環境を救うに配慮した、人間生活を低減できる役割になればというのが、コーヒーをやりたいと思った夢であり、生きがい。で今やってますよね。今やり始めて何年ですか。まだ実質3年です。3年やって3年やって何か変わってきましたか。心境の変化とか。心境の変化、私自身は生き生きとしかしたんですけども、やっぱり生活面ではね、いろんなリスクもあるとしてはね、家庭崩壊になりつつあったりとかですね。ヒマラヤ、自分探しにヒマラヤ行きました。聖地行きました。神さんからコーヒー降りてきました。コーヒー屋さんやれと。これやと、地球環境も考えて、コーヒー入れてます。でも家は、家庭崩壊ともうなりつつあると、今も家庭は温暖化してますか。温暖化、今はしつつありますね。そう、あかんじゃないですか。だからそれを、そう、地球考える前に家庭考えないと、足元固めてもらわない、土台するんですか。今土台は出来上がりましたね。基礎を今作り上げたところです。それは何、一番の問題は何、やっぱ何が原因なんですか。やっぱり金銭的なこと。金銭的なことがあったりとか、そうですね、そこはまた置いておきましょう。こういう言いながら主婦の人と不倫してしまったとか。いや、そういうことじゃないです。そんな誰が来はんねん、そんなね。でも、ラストにそういろいろね。でも一番大事なことはやっぱり家庭がちゃんとしないと、子供、せっかくの子供が、夢がね、ヒマラヤ行ったことによって家庭が余計おかしくなったってなるとあれですもんね。やっぱり今から子供に何を伝えていきたい、メッセージを皆さん方にカメラ目線でよろしくお願いします。でもこういうちょっと飲みながら、終わってからで、せっかくやから、それぞれやりたいことたくさんあると思うんですけども、一番大事なことは、それが、何があってもへこたれずにがむしゃらに、いかに自分自身がやり続けられるかどうかということがポイントだと思うんです。でそれの支えになるのがやっぱり希望であったりとか夢であったりとかということでありますので、私もそれを体感といいますか、得るために、ネパールヒマラヤ行きましたので、そのアンナプルナという聖域の中でそれを感じて確信に持ってますので、皆さんに伝えたいことは、ぜひ、夢を描いて、今やってることは当たり前の話なんで、それ以外に一つ二つ何か夢を持っていただきたいということですね。奥さんとはどうしますか。当然寄り添って仲良くですね、仲良く、私の夢を一緒に、子供も一緒に
この絵と同じです。この三つ、ここに。いいなそれ。コーヒーの、あのラベルとして、うん、家族3人が描かれてますので、はいはい、あ、いいっすね。コーヒーで、家族で夢を描いていきたいというのが、うん、いいね。狙いです。じゃあ奥さんに最後一言。よろしくお願いします。一緒に夢を描いてください。ね、まあコーヒーもできたみたいですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。残り50年やろうが、うん、その人生を、残りを何にかけるんですか？それありますか皆さん。今じゃあ、まあ、いろんな仕事関われてると思うんですけど、うん、何のためにやられてるかですわ。生活するためなのか、それ今就職活動就活されて、どういう思いでその会社に入られたかで、入ったと同時に何のために、そこの会社で仕事をされてるか。私が言いたいのはそうじゃなくて、それ以外に、以外に自分自身の大きな夢を描いてほしい、希望を持ってほしいということですね。